ですね、まあ、あのチャンピオンの金選手から見ればやはり体も半分ぐらい大きいですね。はい、さてレフリーですがメキシコのレイ・ソリスです。メキシコのレイ・ソリス、このレフリーは採点には加わりません。そしてジャッジが3人おります。韓国のキン・チンコ、日本から久留米清明、そしてアメリカのリュー・エスキンです。今久留米さんが紹介されました。アメリカのリュー・エスキン、4人審判制でありますがレフリーは採点に加わりません。日本の皆様には韓国の国営放送、韓国放送公社 KBS の画像で私どものコメントをつけて衛星中継でお送りしてまいります。渡辺選手はとにかく沼田さんね、はい、計量の前の日まで昨日まで1日 300g のです大きなステーキを毎日食べたそうですね。ああそうですか、羨ましいですね、はい、まあ中学校時代からですねスポーツ水泳をやったり、そしてまた高校からですね、日本拳法をやっておりまして、スポーツに馴染んだ体、スポーツで鍛えられた体、そして一層にまたボクシングで油が乗ってまいりました。日本では異色のボクサー、日本拳法四段、武道の達人として知られております渡辺二郎です。やばいよ、ダメで時間ない。一方の金鉄鋼ですが、今年の1月に世界チャンピオンになるまでは非常にボクシングの盛んな韓国でもあまり知られておりませんでした。そして遠く中南米のベラジラで世界タイトルを獲得して帰ってまいりました金鉄鋼、今日の試合が言ってみればお披露目の試合ということになります。かなり予定よりもゴングの時間が伸びております。45分ちょうどにゴングの予定なんですが、かなりゴングの時間が長引いております。WBC スーパーバンタムチャンピオン金鉄鋼、 WBC 世界スーパーフライジュニアバンタム級チャンピオン金鉄鋼、金鉄鋼です。韓国でただ一人の世界チャンピオンです。挑戦者ジュニアバンタム級世界7位渡辺二郎です。日本のチーフセコンド、帝拳ジムの本田会長に接しておりまして、今リングの中央です。今これはチャンピオンのお母さんです。チャンピオン金鉄鋼のお母さんが今画像に大きく映されました。とにかくこの方は、ステージママといいますかボクシングママとして有名だそうでございまして、ボクシングの大変好きなお母さんだそうです。さて注目の第1ラウンドの鐘が鳴りました。 WBC世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ15回戦サウスポーが日本の渡辺、オーソドックス右構えのチャンピオンの金鉄鋼、渡辺さん、そしてまた日本の人たちはどういうふうにこのチャンピオンを思っていますかというふうに随分聞かれたんですが、やはりそのチャンピオン側もですね、渡辺がどんな選手かなかなかわからない、渡辺の方もチャンピオンがどういうタイプかわからない、こういう場合には沼田さん、はい、選手はどういう気持ちなんでしょうね。そうですね、まあゴングと同時に 1,2 回は見るという感じしますけども、そうじゃなくていわゆる積極的に出ていますねお互いに、はい、まあ、チャンピオンの金鉄鋼はインファイターという人とですね、足を使うアウトボクサーだという人もいるんですがね、まあ、見たからな、ファイターに近いんじゃないですか。あ、そうですか、はい、ファイターに近い、はい、そうですね、韓国の選手独特のベタ足といいますかかかとをつけたようなスタイルになってますね。そうですね、むしろ足の先でフットワークを使ったのがサウスポー、日本の挑戦者渡辺二郎です。まあ、渡辺選手いいですよ、よく見てですね、はい、いわゆる
右に回ってね、手を出しているということ、すごくいいことです。渡辺の左ストレート、チャンピオンの顔面にクリーンヒット。渡辺はこの左ストレートがもう必殺のパンチなんですね。そうですね、まあ、あの必殺のパンチですけどもね、その一発に頼らないで、やはり手数でね。右から左と入りました渡辺、チャンピオンの左です。まあ、渡辺選手はあの完全に右利きなんですが、ボクシングスタイルはサウスポーです。早くもチャンピオンの顔面の左がですね、ほんのりと赤くなってますね。そうですね、少しね、はい、赤くなってきたですね。先ほどの左ストレートがクリーンヒットしています。渡辺の引っ掛けるような右です。もういいですよ、このラウンド渡辺選手は。そうです、まっすぐ要するに入れば相打ち食いますからですね、それを避けていわゆる右に回って打ってますからね、はい、いいと思います。チャンピオンの左です。チャンピオンは左のジャブが非常にいいというふうに聞いていますが、右は空振り、渡辺右、チャンピオンの右ボディブロー、渡辺打ち返す。渡辺もそしてチャンピオンも未だ交代しません。第1ラウンドです。ここで第1ラウンド終了の鐘が鳴りました。第1ラウンド沼田さんの採点は10対10と差がありません。17戦目で世界チャンピオンになりました。その時彼は19歳でした。現在は20歳。一方挑戦者渡辺二郎はこれまで10戦10勝7つの KO 勝ち、7割の KO 率を誇っています。ハードパンチャーです。まあ、渡辺二郎も沼田さん、はい、11戦目で世界タイトル挑戦ですからね。そうですね、立派ですよね。はい、まあ、具志堅選手が9戦目で世界タイトルを取ったんですが、果たして11戦目でこの渡辺二郎がシンデレラボーイになりますかどうか。今あの映っているのが渡辺二郎選手のお父さんです。大阪から応援に駆けつけました。序盤戦の動き、沼田さんどうですか。あの今のところいいですね。右回りして、はい、要するにワンツーですね、あの、はい、出してますか。いいですよ、よく足も動いてますね。動いてます。右の激しい打ちですが、左の腕で首を引っ掛けておりました。レフリーのソリスは注意がありません。試合前の非常に穏やかな表情と、そしてまたボクシングのリラックスと、まず理想的な立ち上がりを見せています。日本の渡辺二郎です。右フックで引っ掛けました。渡辺の右です。左ストレート、左ストレート、渡辺です。今セコンド陣から大きな声で渡辺顎を引いていけという声が飛んでいます。私どもの放送席のすぐ前が青コーナー、日本のセコンド陣です。パンチを打たれた渡辺がニヤッと笑いましたね。そうですね、金の左、チャンピオンの左、そして右アッパーです。左から右アッパーのコンビネーション、チャンピオンの右が当たりました。渡辺の左ストレート、渡辺の左ストレート、もう少し渡辺選手右回りした方がいいですね。はい、立ち上がりスムーズに右回ってましたからね。そうですね、はい、その感じでいいんじゃないですか。はい、渡辺二郎は言っておりました。相手がどういうボクシングを着てもそれに対処するだけの訓練はしてきた。アウトボクシングでもいい、インファイトでもいいと言ってました。チャンピオンの左、チャンピオンの左フックが入りました。渡辺の左ストレート、チャンピオンの左フック、渡辺右から左、チャンピオンの右フックです。渡辺左ストレート、右フックから左、渡辺の右です。かなり真正面から打ち合っています。真正面から打ち合いました。第2ラウンド終了の鐘が鳴りました。沼田さんの採点、これまた10対10とイーブンです。54年の3月にプロにデビューしています。
そしてその年西日本の新人王、翌年全日本の新人王、最優秀選手になりました。さらにまた日韓の新人戦の新人王になりました。そして昨年は12月タイのジュニアバンタム級チャンピオン、16戦16勝の強豪リポビタンを破りまして、この世界タイトルへのパスポートを手に入れたんであります、渡辺二郎です。まあ、やはり沼田さん、はい、渡辺の方の作戦としてはできるだけ早いラウンドで勝負をかけたいという思惑でしょうか。そうですね、まあ10回頃までね、遅くとも10回頃までやはり倒したいんじゃないですか。なるほどね。それ過ぎますと後半になると、なんか今ミュッと当たりましたね。ミュッと当たったですね。渡辺ラッシュ、渡辺がミュッと引っかかった、追い込んでいく渡辺ラッシュ、渡辺チャンス、ロープを背にしたチャンピオン、あそこでガードをきちんと固めてですね、はい、連打していきたいですね。はい、これよくチャンピオンの右フック、渡辺左ストレート、今ほとんど手をついたかなと思ったんですが、そうですね、一瞬、はい、ダウンじゃなかったですかね、本当に、はい、渡辺康生左ストレート、右フック、渡辺康生チャンピオンの右フックです。金選手の右フック気をつけなきゃいけないですね、はい、打ちに行くとき、はい、どうしても左ストレートで、ガードが下がりますと相手の右フックを受けます。渡辺二郎左ストレート、あれから右フック欲しいですね、はい、もう一発フォロー返しですね、チャンピオンのパンチもクリーンヒットはしていません。チャンピオンの反撃か、渡辺の右フック、まあ金選手がミニストレート打ちに来るときですね、はい、いわゆるサスポーですから、渡辺選手右の引っ掛け気味のね、はい、打ってもらいたいですね、はい、手数を出しているチャンピオン、チャンピオンの右左ストレート、渡辺壮絶な打ち合いとなりました。あ、頭頭当たりましたね今ね、低く構えてきますチャンピオンの金鉄光、渡辺気をつけなくてはいけません。このラウンドの序盤戦であわやダウンかというチャンスを迎えた渡辺、金鉄光反撃、右は空振り、渡辺左から右、まあ、渡辺ガード固めてですね、軽く打てばいいんじゃないですか、はい、パンチをですね。ここで第3ラウンド終了の鐘が鳴りました。なかなか素晴らしい打ち合いがありました第3ラウンド、沼田さんの採点は初めて10対9と渡辺が取りました。右のフックが当たったんですかね、右のフックだと思います、はい、ショートフックが当たりました。さて第3ラウンドで初めて差をつけました挑戦者の渡辺二郎です。しかし後半のチャンピオンの反撃もなかなか手厳しかったですね。そうですね、立派だったですね、はい、第4ラウンドに入っています。なかなか目の離さない緊迫した試合になりました。両者ハードパンチャー、一発強打を持っているだけに緊迫感のある試合となりました。渡辺は沼田さん、右がもう少し欲しいですね、右のリードが。そうですね、右ジャブ入ってくるとストレート打ったり、また右フックですね、はい、まあ、その次に左ストレートっていう感じでね、はい、普段は完全な右利きです、渡辺二郎。日本拳法を始めて、拳法ですといわゆる前拳、ボクシングでいうリードパンチですが、を前に持ってきた方が有利ということでサウスポースタイルになりました渡辺二郎です。ようやくこの辺で、しかし沼田さん、両者の体はもう完全にほぐれてくるんじゃないですか。もう完全にほぐれてますね、はい、もうかなり先ほどのラウンドからエンジン全開という感じですもんね。そうですよね。なんかキャンバスがちょっと滑りますね、なんか滑ってますね、はい、パンチを出すたびにちょっとシューズが滑る感じがします。
チャンピオンの右のアッパーです。右のフックは大振り、こうチャンピオンの金選手見た感じはやはり右のフックですか、はい、これは武器ですね。右アッパーから左です。チャンピオンなかなかの手数は多い選手ですね。チャンピオンが手数多いですよ。渡辺左ストレート入りました。いいパンチはクリーンヒットしてますね。はい、回り込んでいる挑戦者の渡辺二郎です。右フックです。渡辺の右フックです。チャンピオンの左、なかなか左は速いものを持っています。渡辺の右フック、渡辺の右フックです。体勢が横になりました。チャンピオンの右です。なかなかいいパンチの応酬になっています。距離だったらやはり渡辺の距離だと思うんですよ。はい、ショートパンチ欲しいですね。ショートパンチ、右フックが当たったところで第4ラウンドが終わりました。4ラウンドは10対10と差がありません。まあ、よくこの渡辺選手の抜群の運動神経とこのパンチ力ですね、はい、それで左のストレートというボクシングスタイルから見て第2の具志堅用高という声もかなり強くなってますもんね。そうですね。果たしてその期待に応えることができますか。挑戦者の渡辺二郎です。やはり左パンチをですね生かすにはやはり右をたくさん使わなきゃいけないですよね。渡辺選手は今左のボディがいいの入りましたね。向かって左が日本の渡辺二郎、非常に印象的な大きな目をしています。向かって左になりました。チャンピオンオーソドックス右スタイルの金鉄砲、渡辺のフットワークはなかなかいいです。チャンピオンの右です。そうですね、そういえば沼田さん、これまでのラウンドではボディーブローがなかったですね。そうですね、このラウンド初めてですね。はい、第4ラウンドで引き分け、その前の第3ラウンドでワンポイントリードしている挑戦者の渡辺二郎です。上体を左右に振って入ってくるチャンピオンの金鉄砲、強引に体で入ってきます。この辺の粘っこさがチャンピオンの心情なんですね。そうですね、やはりチャンピオンという自覚してますからね。まあ、チャンピオンの右です。渡辺の左ストレート、サウスポーからの左ストレートが入りました。渡辺左へ回っています。むしろこれは沼田さん、右に回った方がいいんじゃないですか、ね、やはり右の間合いですね、しなきゃいけないですよ、はい、渡辺選手は。それと右足左ストレートを打つときですね、顎が上がるから気をつけなきゃいけないですね、はい、金選手の右服食いますからね。はい、金がクイックイッと前へ出ます。回り込んでいる挑戦者の渡辺二郎、左ストレート入りました。あそこで右服ね、次のパンチ欲しいですよね。はい、もう一つパンチが単調ですか。まあ、渡辺選手のそのパンチ力はデビューから定評があったんですが、やはりコンビネーションブローが一つの経験としてはもう一つかなというところだったんですね。そうですね、まあ、一発パンチはなかなかやはり変わらないですからね。チャンピオンの左フック、これは空振りです。左ボディブロー、渡辺の左ボディ、連続して右を出してきます。チャンピオンの金鉄砲です。思い切って空振りです。にっこりと笑って今放送席の前のコーナーに座りました挑戦者です。このラウンドも10対10と差がありません。フライ級とバンタム級の間に当たりますが、115ポンド 52.16 キロ 52.16 キロが制限リミットです。
初代のチャンピオンがベネズエラのラファエル・オロノ、この人が3度防衛しまして4度目の防衛戦でこの金鉄鋼に敗れました。金鉄鋼がジュニアバンタムの2代目の世界チャンピオンです。向かって左側です。このオロノを破った試合は一つのボクシング界の話題にもなりました。今年の1月ベネズエラのサンクリストバルで行われたんですが、ラファエル・オロノが華麗なアウトボクシングで金鉄鋼を完全に制圧翻弄していましたが、9ラウンドで金鉄鋼の左のボディーブローがオロノの細い体ボディに当たりまして、オロノが一発で沈んだということであります。まあ、しかしよく聞きますと沼田さん、はい、かなりあのボディへの細かいパンチがオロノを痛めてたんですね。そうですね、はい、必要なボディ攻撃が功を奏しまして見事逆転 KO 勝ちを収めました金鉄鋼です。渡辺の左ストレート、現在ラウンドは第6ラウンドです。左ストレート渡辺、両者を分けますレフリー、メキシコのレイソリス、まあ、この人は日本でもおなじみのレフリーです。渡辺左ストレート、そして右フックを返しました。今の返しですね。そうですね、やはり3つ欲しいですね。3つね、はい、ワン、ツー、スリーまでは欲しいところです。右ボディ金鉄鋼の白い肌がピンク色に桜色に染まってまいりました。現在桜の花が満開のソウル地方です。この小中体育館、チャンピオンがラッシュする、しかしうまくかわしています挑戦者の渡辺二郎です。金選手のミニフックですね、あのパンチ見えますから、渡辺選手はあれカウンター打ってもらいたいですね、はい、左のあカウンターをね、それから右につなぎたいですね。やはりあのサウスポート首を押さえて打ってますチャンピオンの金鉄鋼です。レフリーに渡辺二郎がアピールしたんですがソリスは受け付けません。左ストレート、渡辺右から左、さらに右です。まあ、この選手の顔つきを見てまして、あっとこれロングです、ロングです。両者を激しく分けるように鐘が鳴りました。第6ラウンド10対9と、このラウンド渡辺が取りました。あっという間に世界チャンピオンに持ち上がりました金鉄鋼です。第7ラウンドの鐘が鳴りました。渡辺の表情動きにはどうですか。戸惑いはありませんね。そうですね、7、8ラウンドというのは一番15回きつくなりますけども。ああそうですか、まあ、なんといっても渡辺二郎選手は、これまで10戦しかしてませんしですね、しかもこの人はデビュー以来7試合連続 KO で、そのうち1ラウンド KO が4試合あるんですよね。そうですよね、10試合を経験したのが、最近の2試合だけ。一方の金鉄鋼もこれまた、世界タイトル戦が9ラウンドで勝ってますので、10回戦以降は、11ラウンドからの経験はありません。お互いに五分と五分じゃないですか。そうですね、そういう意味ではね、はい、左ストレート渡辺二郎の左ストレート、左ジャブ、チャンピオンの左ジャブから右です。非常にジャブが速いというよりもしつこいという感じですね。そうですね、少しパンチが流れました渡辺です。渡辺また少し右が出なくなりましたか。右ちょっとね、はい、出ないですね、はい、左のストレートは決め手ではありますが、これはパンチであまり大きく抜け取ったわけではありません。渡辺の右フック、チャンピオンの細かいパンチ、
チャンピオンの右フック、渡辺右ボディブロー、チャンピオンボディから顔面、渡辺の右フック、両者激しくパンチの応酬、渡辺選手はスピードがなくなってきたですね。スピードがないですか、はい、はいはい、チャンピオンの右、少し動いた方がいいですね、足使って、はい、はい、まあ相手がかなり強気で出てきた場合にはむしろこうかわすような感じで、アメリカ正面からね、叩かない方がいいです、はい、まだ十分に渡辺の足は動きます。渡辺の右フック、チャンピオンの右です。ここで第7ラウンド終了のゴングです。第7ラウンドは沼田さんの採点は10対9とチャンピオンが取りました。そうですね、7、8ラウンドというのは特に、はい、さあそういった意味ではこのラウンド頑張らなくてはいけません。挑戦者の渡辺二郎です。まあ、渡辺選手はですね、右のリードブローですね、はい、もっとたくさん使わなきゃどん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 金選手に入ってこられて、はい、この7ラウンドみたいなペースになると思いますから、はい、チャンピオンのペースになりかけたこの試合、果たしてこの第8ラウンドで断ち切りますか。渡辺の右フックです。とにかく右がよく出るようにサウスポースタイルにしたわけですから、右の動きをね、そうですよね、はい、対応してもらいたいですね。いわゆるボクシングのことわざにあるように、左を制するもの世界を制する、まあ、渡辺は右ですからね、はい、同じこと言えると思うんですよ、はい、渡辺の右フック、チャンピオンの左、しかしこのチャンピオンもまずパンチを受けても後退はしません。渡辺の左ストレート、チャンピオンのパンチは空振り、渡辺の右です。あ、やっぱりかなり足が滑ってますね、足ちょっと滑ってますね、踏ん張りが引きませんね。これは当然、あ、滑ってますね、滑って足が流れちゃうんですよね、はいはい、これは当然リングに上がるときに松屋に押つけてね、松屋につけても滑っちゃいますから、あ、そうですか、少し水をね、つけた方がいいですね。なるほどね、水をね、シューズの裏にですね、はい、渡辺の右フックです。右です、いいですね、ああいう感じでね、はい、右ジャブストレートもああいう感じで打ってもらいたいですね、はい、右フックです。今セコンドから必ず右を返すようにという声が飛びました。チャンピオン右、渡辺の左です。パンチを思い切ってくる、渡辺の左ストレート、左の足が本当によく滑ってますね、渡辺は、そうですね、はい、右フック、チャンピオンボディから顔面、渡辺右、右フック、クリーンヒット、右使えばね、今見たらいい感じなんですよね、はいはい、左から右と返しました渡辺、右のボディです。左ストレート、渡辺の左ストレート、ここで第8ラウンド終了のゴングです。第8ラウンド終わりました。このラウンドお互いにパンチの交換、10対10と差がありません。加工組の日本のボクシング界の救世主になりますか、渡辺二郎。一方現在韓国ではただ一人の世界チャンピオン金鉄光です。両者の対戦は韓国の地元の、週刊スポーツがありますが、その、特集でもボクシングの専門家10人の予想が載っておりましたが、そのうち5人はわからない、非常に難しい試合になるだろうと言っておりました。そして残りの5人のうち3人はチャンピオンの勝ち、そのうち2人がまた渡辺挑戦者が有利というふうに予想しておりました。戦前の予想も非常に厳しくなっています。
ラウンドは9ラウンド、渡辺の左です。渡辺少しこのラウンドチャンピオンが交代するか、回り込んでいきます。やはり先へ先へ手を出したいですね、渡辺は。そうですよね、やはり先手取ってもらいたいですね。はい、左ストレート、左ストレート、チャンピオンの右ストレート、チャンピオンの顔面は赤くなっています。一方比較的日に焼けた褐色の肌をしている渡辺二郎ですが、やはり顔は赤く染まってきました。やはりあの綺麗なコンビネーションはありませんが、ストレート、フック、パンチの数はよく出ますね、チャンピオンは。そうですね、よく出ます。左ストレートから右フック、渡辺です。渡辺選手は先ほどから何回も言うようにですね、はい、右のリードパンチを使うと、はい、その金選手の手数が出なくなるんですよ。まあ、この放送席のすぐ後ろにもですね、日本から来た応援の方々、全部で150人を超えるんですがね、いつもあの後楽園ホールでリングサイドで応援している方々も含めて、それから大阪から150人近くですね、渡辺二郎選手の応援に駆けつけています。その声援の中からも右をもっと使えと、左ストレートはもっと強く打てというような声援が飛んでいます。まあ、このラウンドは渡辺選手いいですね。はい、左ストレート、どうでしょうか、チャンピオンの左です。まあ、前半から見れば今の中盤ですけども、お互いにちょっとスピードがかけてきたんですね。渡辺いい左ストレートが入りました。鐘が鳴りました。第9ラウンド終了で渡辺が10対9と山田さんの採点はポイントを取っています。さて第10ラウンドです。 WBC スーパーフライジュニアバンタム級タイトルマッチ15回戦10ラウンドに入りました。これまで沼田さんの採点では挑戦者渡辺が2ポイントリードしています。まあ、症状を見ますとですね、渡辺選手からやはり金選手の方が疲れてるっていう感じしますね、顔を見てますと。あ、そうですか、はい。しかしあのクリンチもそれほどありませんし、あーっと左クレード渡辺クリンチ、渡辺いいパンチが入りました。今のコンビネーションですね、はい、ですよね、あれを忘れないでどんどん出してもらいたいですね。はい、今のはスピードもありましたし、コンビネーションもいい。渡辺10ラウンド素晴らしいパンチが出ました。いわゆるガードをきちんと固めて、いわゆる小さく出したパンチですね、今のは。はい、渡辺今右のボディブローも出ましたよ。あの右のボディブローが出るといいんですね。そうですよね、はい、上体を右斜めにグッと落として右のボディブロー、そして左ストレートというのが長い練習で培ってきた技術なんですが、左ストレート、渡辺左ストレート、先ほどパンチが当たりましたら渡辺がニヤッと笑いましたよ、渡辺右フック左、右フック返した、打たれても前、あ、左、渡辺の左カウンターになりました。しかし打たれても前に来る、左ボディブロー、もう少しあのボディを打つだったら強引にですね、左右アッパーを強引に攻めた方がいいですね、はいはい、一発じゃなくて、はい、かなりあの上体を前かがみにクラウチングで入ってきますので、あのボディブローを突き上げたいですね。そうですよね、交代はしていますがパンチは受けてません。渡辺左右、渡辺左ストレート、
ウンド、挑戦者の渡辺優勢です。低いダッキングで渡辺のパンチをかわすチャンピオン金鉄光。あ、いいですね、はい、ああいうパンチいいですね、はい、渡辺左ストレート、渡辺左ストレート、左右のパンチ、チャンピオンのチャンピオンを返したが渡辺優勢、渡辺優勢第10ラウンド10対9でポイントを取りました。これまでの採点では挑戦者有利でありますが、しかしはっきりとした勝負でね、なんとかこのラウンド以降ものにしなくてはいけません。11ラウンドです。リュークから左ストレート、渡辺沼田さん、はい、先ほどちょっとパンチが落ちたということもあったんですが、その後どうですか。9ラウンド頃からですね、やはり、またあの前半戦のような、ね、パンチ出してきましたですから。そうですね、右のボディブローです。渡辺、まあ、後半これから本当にきついラウンドに入りますけどね、はい、やはりもう精神力でぜひ頑張ってもらいたいですね。渡辺二郎もチャンピオンの金鉄光も初めて迎える11ラウンド、両者ともに若いリングキャリアですので11ラウンドは初めて。渡辺二郎は10回戦は2回しか経験していません。まあ、しかし若いですからね、勢い乗っていけばもう別に未知のラウンドでもね乗り切れますよね。そうです、もうさほどそういうことは心配ないと思うんですよ。そうですか、あとはもう精神力一つですよね。はい、いいですよ渡辺、はい、先手攻撃ね、はい、左ストレートよく当たっています渡辺の左。とにかく後手に回らないで、はい、先手先手と手出していきたいですね。そうですね、パンチが当たらなくてもですね、手を出して前へ前へ出るとやはり優勢に見えてくるもんでしょうし、今見てますと渡辺の方がパンチはよく当たってるんですがね。そうですね、見た目も違いますからね、はい、やはり前へ出てボクシングをしなくてはいけません。グイッグイッと前へ出る渡辺、左ショートフック、右フック当たりました渡辺、右のダブル、右ボディから右フック顔面に当たりました。ブロックしています。右フックです。やはり 1,2,3 と打てば必ず2か3は当たります。左ストレートから右のボディブロー、左、そう、そのレベルですよね。チャンピオン交代、渡辺優勢、ものすごい打ち合いになった。渡辺左から右、ここで金、激しくどんななりました。壮絶な打ち合いです。第11ラウンド沼田さんの採点は10対9と挑戦者が取りました。渡辺にまたラウンドが深くなりまして12ラウンドの鐘が鳴りました。両者目に見えた動きの鈍さはありません。活力にあふれたタイトルマッチになりました。チャンピオンの突き上げる左、やはりチャンピオンはもう一つ距離感がはっきりしてないようですね。そうですね、それは言えると思います、はい、距離としては渡辺の距離ですね、はい、非常にこの人は日本拳法でですね、いろいろ利点を持ってるんですが、その中の一つではこの前の取り方がね、前の取り方が非常にうまいそうですね。間合いの悪い時はですね、まっすぐ入るからどうしても打たれちゃいますけどね。まっすぐ入るときはね、はい、さあチャンピオンの反撃か、渡辺の右、チャンピオンの左の応酬、渡辺左、チャンピオンの左フック、
金選手が頭から入ってきますかね。あそこ右フックでガチンと打って次の左パンチストレートですね。あの左ストレート欲しいですね。なるほど、ガチンとですね、はい、左のあのいわゆるアッパーブロー、ボディーブローが欲しいですね。もう一つね、ね、ぐさっとね、先行け先行け、頭から入ってくるチャンピオンです。しかしあのボクシングのバランスは挑戦者の渡辺二郎いいですね。あのバランスはいいですよ、はい、やはりあの拳法やってただけありまして、はい、拳法で言いますといわゆる抜き道です。ボクシングでは左ストレート、それが得意だと言っております渡辺二郎。もう何が何でもやはり先手攻撃をかけていかなきゃいけないですね、渡辺選手。はいはい、もうこれからのラウンドはとにかく攻勢攻勢に出なくてはいけません。チャンピオンの左の目がかなり腫れてきました。左ストレート、グラッとした、グラッとした、グラッとした、少し効いてますね。はい、効きましたね今のは。はい、渡辺右フック、今左ストレートが効きましたね。ちょっと目がうつろになってますがね、チャンピオン、あっと空を切った、いいパンチです。はい、チャンピオン、バッグストレート、終了の鐘、両者聞こえない。12ラウンド10対10と差がありません。渡辺二郎のお父さんです。畳みかけがね、もう一つですね、逆に打たれてますからね、はい、さあ第13ラウンド残るところあと3つのラウンドだけです。手元の採点では、沼田さんの採点では、4ポイント挑戦者の渡辺二郎がリードしているんですが、まあ、10点後のねこのラウンドの判定の難しさといいますか、どう出ますか。この後はっきりとしたラウンドで試合を進めなきゃいけません。挑戦者の渡辺二郎です。渡辺右フック、渡辺の動きはまだまだいいです。やはりこういったあのチャンピオンが手を出しますとね、当たってませんが観衆がわーわーって言いますよね。そうですよね、この件がいかにも公正という印象を受けるんですが、さあこのあと残りおよそトータルで8分ほどかと思います。あ、右フック、渡辺あの右フックですよね、その後見ちゃいますね。チャンピオン左右の服、チャンピオン2人、渡辺選手重心を低くしてね、はい、やはりあの前に出なきゃダメですね、はい、チャンピオンの死に物狂いの反撃、後手に回っちゃいけないですよ、はい、このラウンド死に物狂いで反撃してきました。ちょっと今セコンドを見ました渡辺。試合中で初めてセコンドを見ました渡辺。渡辺左ストレート、チャンピオンの右、渡辺の右、2人で右ストレート、絶対下がっちゃいけないんですよ、はい、前出たのはあのかえって楽なんですよ、はい、しかもあのチャンピオンが前へ前へ出るボクサーですから、あーっと待って待って、渡辺のワンツー、打たれてちょっと見が悪いですね。渡辺選手は顎を上げちゃいますからね。そうなんですね、印象が悪いですね。渡辺左ストレート、渡辺反撃、右ストレート、左ストレート、ゴングです。
第13ラウンド今田さんの採点は10対9とチャンピオンが取りました。タイトルへの厳しい試練というものをひしひしと感じていると思います。残り時間はあと6分、2ラウンドしかありません。第14ラウンドの鐘が鳴りました。さあ果たしてこのラウンド、先ほどはチャンピオンのラウンド、その前は続けて挑戦者のラウンドでした。両者第1ラウンドから激しい打ち合いで、かなり体力の消耗、疲れはあると思いますが、しかし試合はなかなか内容のあるいい試合になってますね。渡辺ボディから右フックを返しました。ダブルです。渡辺パンチは当たらなくてもいいですけど、軽く手を出すようなつもりでね、前に出た方がいいですね。はい、前左ストレート、渡辺です。チャンピオン少し交代。やはり14、15というのは重大なポイントになりますからね。そうですよね、本当にあの一つのラウンド、あの2つのラウンドを頑張っていればチャンピオンになれたのになと、過去何人の日本の挑戦者が後悔したでしょうか。その後悔を踏んではいけません、鉄を踏んではいけません。渡辺二郎です。日本の応援団からもとにかく前へ出ろという声が飛んでいます。右、渡辺二郎、右フック。チャンピオンの左目が潰れてますね。チャンピオンの左目がね、もうどこでもいいんですよ。もうボディであろうと、顔であろうとね、はい、もう軽く当てるだけでいいんですよ。はい、チャンピオンの右ストレートも流れています。やはりお互いに苦しいんですからね、はい、ここ踏ん張らなきゃもうどうしようもないですからね。確かに渡辺二郎としてはタイトル挑戦は11戦目、ある意味ではラッキーだったでしょう。しかし世界タイトルを手中に収めるにはラッキーはありません。自分の力でもぎ取る以外ありません。チャンピオンの左、挑戦者の左、一発ずつ相打ちですね。相打ちですね。その後のフォローが欲しいですね。そうですね、渡辺右フックです。互角の打ち合いです。右フック、左ストレート、渡辺左ストレート、さあここで鐘が鳴った、ここで鐘が鳴った。14ラウンドは差がない、14ラウンドは10対10です。この4人しかいない、果たして5人目の海外でのタイトル奪取なりますか。日本の渡辺、最終ラウンド、手元の採点では挑戦者有利ですが、果たしてどうでしょうか。はっきりとした決着がつきますか。右フックから渡辺、右フック、フリック、渡辺左ストレート、渡辺右フック、チャンピオンもパンチを返す。渡辺いいパンチが当たっている。チャンピオンは打たれても前へ出ます。渡辺右フック、右フックから左を返します。渡辺最終ラウンドですからね、はい、自分の持ってる力を十分に発揮してもらいたいですね。はい、もう他のこと何も考えないで。チャンピオンはバランスを崩しながら前へ出ます。渡辺とにかく手数が欲しい。どうしてもこのラウンドはっきりとしたポイントを取りたいですね。はい、とにかく3人のジャッジがどういう採点をつけていますか。際どい判定になりますか。チャンピオンの左、渡辺一発パンチを食いました。さあ渡辺
チャンピオンの左目潰れています。渡辺かなり疲れています。とにかく手数が欲しいところですね。手数欲しいですよ。はい、このラウンドでは手数ではチャンピオンが勝っています。右ストレート渡辺交代。さあこのラウンドで印象よくしたいですね。軽くボディに行った方がいいか分からないですね。ボディね、左右ボディにですね、はい、行った方がいいですね。はい、顔はやはりあの頭がグッとダッキングしますからね。そうです、前鏡になりますからね。はい、前鏡になってますからね。ボディへガカッと行きたいですね。右フックです。最後の力を振り絞る両者、左右のパンチ。渡辺右左ストレート、あと右チャンピオンの右グラッとした渡辺。渡辺左右の細かいパンチ。ここでラウンド終了、第15ラウンド終了の鐘が鳴りました。15ラウンド終了の鐘が鳴った。このラウンドは10対9とチャンピオン。したがって手元の採点では沼田さんの方が、挑戦者が勝っているんですが、この判定は後ほどまたご覧いただきます。後ほどご覧いただこうと思います。最低で勝ってるって言うの김철호 147점, 와다라베 146점. 今判定が出ました。チャンピオンの防衛です。チャンピオンの防衛です。細かい採点がちょっと今手元に来ないんですが、判定でチャンピオンが初防衛に成功です。渡辺二郎前線したんでありますが、本当にわずかの差で敗れました。僅差で敗れました。チャンピオンの金鉄鋼が初防衛成功です。判定をお伝えしてこの辺でソウルからお別れします。さようなら。